はい、どうも。今日はね、山口県は岩国市にあります白蛇神社。見てこれ、立派な木があるじゃろ。ここにね、もう私10年以上前から年に4、5回通わさせてもらったりするんだけど、ここの神様っていうのがお金にまつわるというか、商売事とか宝くじだとか、なんかそういうね、お金にご利益のある神様がおられるみたいで、長い道のりのドライブでね、せがれが綺麗に寝てしもうちょって、今寝起きなもんじゃけ、甘やかしすぎかもしれんけど、抱っこしてくれっちゅうね。ここでね、わしがね、お参りをすると絶対帰った後にね、必ずね、大きな仕事がいただけてきとるよね。で、今回もまあ、ありがたくずっと仕事をいただいておりますが、またさらに大きいお仕事をいただけたらなと思って、またお参りに来ております。そもそもね、神様にお願い事したらいけんって言うけどね、お礼を言いに行くところって言うけど、まあ商売が続いている限りここに来て、おかげさまで商売ができておりますと、お礼を言いに行きたいと思います。笑うなって。いやね、神さんに今取ってもらえるけど、もうね、ぶっちゃけね、ここに来てね、これ3、4回目のね、撮影なんよ。1年前ぐらいから、ね、来てはね、撮影するんだけどね、なんか途中で神さんがね、機嫌悪してへそ曲げてね、途中から撮影できんこうなったり、せがれがじらを言うたりね、もうバタバタでね、まともに撮れたことがない。今回もこれがちゃんと編集できないけど、まあ、じゃあ行ってみます。白蛇さんがおるよ。はい、じゃあまず手と口を、今ね、このご時世じゃけ尺がない。ここでいいか。じゃあまず隣にある本堂をね、拝む前に、同じ境内にある今津天満宮さん、先にこっちをお参りします。カランカラン忘れた。いいか。はい、どこまでも親バカです。抱っこがダメなら今度はおんぶって。は？じゃあ本堂の方お拝みに行きたいと思います。よいしょ。はい、じゃあいよいよ本堂をお参りしたいんだけどね、見てこの立派な本堂、すげえ立派だろ。ほら、至る所に蛇、蛇、白蛇さんね、すごいね。バレないようにさ、おしっこ5個の外でしたい。うちでの小槌みたいな、この絵馬。あ、絵馬ください。はい、書きます。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、本堂の方もお参りさせていただいたんで、いよいよ白蛇さんをね、実物の白蛇さん、わしはね、ほんとお化けの次にって嫌いなのが蛇なんじゃけど、白蛇さんはね、大好きなんよ。お金がもらえるっけ。いや、ほんまね、何年か前にも一回手のひらに乗せてね、たまにやってるんよ。子供の白蛇さん、生まれたての子白蛇さんを手のひらに乗せてね、見させていただけるんだけど、このコロナ禍になってからはね、ちょっとやられてないみたいなんですけど、この中見て、これもね、よく探すと白蛇さんを、国の天然記念物ですけ。わしも国宝じゃけね、わしみたいなもんない。
行ってみましょう。白蛇さんを守る募金箱。じゃあいよいよ行ってみましょう。見て見て。木におるよ。さあ、と、あ、あおた。すごくない？真っ白やろ。パパ、ほら。ほんとね。白蛇さん。さん全部白蛇にも1匹ずつ名前がついておってね。前はようちゃんって呼ばれた。今もう名前あるけど。また出た。すごい。ぶち長いだろこれ。もともとは青大将だよねこれ。ママ長いよ。かっこいい。見るにはかっこいいけど。でね、ここに来たら金のなる木ってのがいっぱいあるんよ。丘があれ。金のなる木。よくあの昭和のおばちゃん家の玄関先に置いてあるようなやつ。ここに五円玉突き刺してからやってらっしゃる方もおられるけど。でね、あしまはここに十何年通ってきて、あの金のなる木の枝木、何かに分けるやつ、枝を分けてもらうやつ。この枝をね、いくつか分けてもらって何遍か山口に持って帰ってね、植えて育ててみたんよ。見なかれる。何回植えても見なかれるけ、五円玉刺す前に見なかれていくんよ。一つも金がなるやつ。全部白蛇さん、全部白蛇さん。こういう風にね、全部蛇にも全部名前がついてるんよ。聖夜、梅子、もみじ、花子、さつき。でね、この抜け殻でできた、見て読めるだろ漢字。さすがに中卒の足でも読める。これことぶきって言うんだけど、こういう風にね、蛇の抜け殻を使ってね、好きな感じで文字を作ってくださるって。我が家ももちろんいただいております。我が家も同じことぶきじゃけど、大きさによってね、あの寄付するお金が違ってくるんだけど、まあうちのは畳6畳ぐらいのでかいやつのことぶきっていうのがね、飾ってあるんだけどね。他にね、宝くじの1等が当たったとかいう方がよくね、当たったコピーがね、いろいろ飾られたりしよったけど、そういうのもすごいご利益あるんで、まあわしはね、くじとかそういうところにそれなりこびたんですね。わしはもう仕事最後うまくいけないと思っちゃうんでね。すごいね。ネズミ丸飲みするんて、あーって怖いね。せがれがどっか行ったね。で、本堂のまた真横の方にあるのがこの弁財天さん。なかなかな急な階段でね、もしお越しになられる方がおられたら、ぐるぐるお気をつけください。特に女性でヒールの方とかね、危ないんで。この上にあるんで行きましょう。落ちたのお前ちゃん。その上に上がってきて祀られてるのが、今わしも神さんに聞いて知ったんだけど、これまでに亡くなられてきた白蛇さんが祀られてる奉納供養されてるとこなの。それなのに手を叩くっていうのがちょっとあまりわからんのだけど、で、私らが来たらね、いつもこうやってお酒をお供えしてます。豪華の山口の名酒、ここ岩国の名酒なんだけどね、ぶちうまい、辛口でクソうまいけ、まあ一つも飲めんけど。はい、周り見てね、ここね、普段水が張ってあって池になってるんよ。今からね、2年前か3年前、ここでね、神さんと一緒に拝みだったら、バーって何かと思ったらね、このせがれがね、大の字になって、ここからね、
わしが5秒の間に転落して水の中に落ちてね、大ごとやったよ真冬に。あーやれやれね、手がかかるほんま。よし降りよう。じゃあ無事にお参りも済みました。見て、岩国白蛇神社優勝。でもね、うちの神様はね、英語の先生じゃね、わしはこっちで行くよ。え、History of this sir, 白蛇シリンね、シュライン、シュライン。 This shrine was created and made and from the far and from the north。 あ、だ、英語のくだり使え。そうやね。はい、ということで無事にお参りも済みまして、この絵馬にもね、お願い事しっかり書きました。わしとね、神さんの商売が、あの、繁盛とまでは言いません。ずっとうまく続けていけますようにって、ね、お願いします。ということで、また年明けから正月にでもまたお参りしましょう。じゃあ帰ります。ほいじゃ。よし、パパ。